古くから外国との交易があった北海道の南に位置する函館市。異国情緒あふれる街並みや美しい夜景を目当てに世界中から観光客が訪れる。函館市北方民族資料館。アイヌ民族をはじめとする北方民族の資料を収蔵展示。北方民族アリュートが使ったバイダルカと呼ばれる川舟。セイウチの牙には川舟で狩りをした様子が描かれている。厳しい寒さに耐えられるトナカイの毛皮や防水性に優れたアザラシの毛皮が用いられた衣服などから当時の暮らしぶりが読み取れる。アイヌ民族をはじめ北方民族の知恵や技の共通点や違いが紹介されている。三反服は中国の秦の役人が着ていた絹製の衣服。中国からサハリンを経由してアイヌ民族にもたらされたと考えられている。装いの美としての耳飾りは女性のみならず子供や男性も装着していた。ここでは厳しい自然の中で生きた北方民族の伝統的な知恵と文化に触れることができる。日本で唯一太平洋と日本海に挟まれた町、八雲町。旧尾張藩士たちが集団移住した尾張徳川家のゆかりの地としても知られる。北海道の観光土産品として知られる木彫り熊。八雲町木彫り熊資料館には北海道各地から収集されたおよそ200点を展示。ここ八雲や旭川で発展していった木彫り熊の歴史を知ることができる。風の流れさえも見えるような毛並み、匠の手仕事。面彫りといわれるデフォルメされた熊。木彫り熊の歴史や彫りの技がわかる。郷土資料館が併設され、アイヌ民族が猟で使用していた道具などが並ぶ。八雲とその周辺に住んでいたアイヌ民族の記録などを見ることができる。八雲の歴史、木彫り熊の多彩な作品にぜひ触れてほしい。札幌の野っぽろ森林公園にある北海道博物館。北海道の自然、歴史、文化を紹介する総合博物館である。アイヌ文化の世界をテーマにした展示室に昔のアイヌ民族の住まいが復元されている。家の中には炉があり、家族の座る場所、寝るところ、宝物を置く場所などが決まっていた。子熊を飼うための檻、儀式の時などに身につけた鉢巻、弦楽器のトンコリ、途絶えることなく未来につなげていくアイヌ文化の世界。北海道の過去と現在の姿を知り、そこから未来を考えてみてほしい。札幌市南区の山あいにある札幌ピリカコタン。アイヌ語で
美しい村という意味の自然に囲まれた施設。昔のアイヌ民族の住まい、チセ。海に出る時に使われていた船、板尾町が復元されている。北の大地の豊かな自然とともに生きた伝統文化。展示室にはさまざまな民具が並んでいる。ひときわ目を引くのがアイヌ文様を施した着物。中でも代表的な着物が木の皮の繊維で織られたアッテシ。その素材に触れてみる。生地の柔らかさ、軽さ、そして刺繍の一針一針に手間をかけた細やかな手仕事が伝わってくる。札幌ピリカコタンではこのように展示物を直接手に取って触ることができる。アイヌ民族の生活や歴史、文化を楽しみながら学ぶことができる。JR 札幌駅から歩いて10分、札幌市中心部のビルにある北海道立アイヌ総合センター。北海道アイヌ協会が指定管理者となり、アイヌ文化の移り変わりや先住民族としての活動を伝えている。資料展示室にある臼。当時の生活の息遣いが聞こえてくるようだ。周辺の民族や和人との交易により入手した品々、工夫を凝らしたアイヌ民族の狩猟の罠や魚を捕るための仕掛けなども展示。作り方や使い方などの文化が消えてしまわぬように現代の人たちが受け継ごうとしている。アイヌ民族が自ら伝える歴史と文化、その思いを感じ取ってみたい。日本を代表する港湾と緑豊かな町、苫小牧市。苫小牧市美術博物館は美術館と博物館の複合施設。タプコップ遺跡から出土した土器など縄文時代からの流れを見ることができる。かつてのアイヌ民族の生活道具なども展示。儀礼の道具としても用いられた漆器。和人との交易で入手したとされ人々の交流がうかがえる。丸木舟チップが湧出川から発掘された。このチップは今から350年以上前の樽前山の噴火で火山灰に埋まっていた。かつてアイヌ民族が丸木舟で往来していたビビ川、静かな流れは今も続いている。アイヌの英傑シャクシャインが1669年の戦いの拠点とした地、新日高町静内地区。新日高町アイヌ民族資料館には江戸時代末期の文献である蝦夷成形図説を参考資料とし復元された船や日常生活で用いた品々が展示されている。
中でも儀礼に使われた蝦夷狼の頭蓋骨は国内唯一の資料である。絶滅した蝦夷狼はアイヌにとって特別な存在であった。またアイヌが築いた茶師などの遺跡から発掘された鉄製品も展示、当時を忍ばせる。新日高町には2015年にオープンした新日高町博物館もある。ゆったりとした美しい空間に郷土の歴史や文化がイメージしやすく展示されている。こちらはシベチャリ水源の木。幕臣である山之内作左衛門はアイヌ民族を案内役に静内川を踏破し、その記録をカツラの木に刻んだ。江戸時代後期の和人とアイヌ民族の関わりを示す資料である。日高地方西部の猿川中流域に所在するビラトリ町二部谷。二部谷古丹は文化振興の中心として、その一部が国の重要文化的景観に選定されている。独特の外観が目を引くビラトリ町立二部谷アイヌ文化博物館。全国最大級の所蔵数を誇るアイヌ民具。中でも重要有形民族文化財の指定品は919点に上る。館内は4つのブースに分けられ、猿川流域に暮らすアイヌ民族の営みや文化が分かりやすく解説されている。こちらは直径60センチの板と呼ばれるお盆。特徴的な鱗彫りと曲線によるアイヌ文様が見事な作品である。茅野茂二部谷アイヌ資料館。アイヌ民族初の国会議員になった茅野茂さんが40年にわたって資料を収集。アイヌ民具のうち202点が文化庁より重要有形民族文化財の指定を受けた。茅野茂さんが生前使用していたコンカネトゥキ、器を載せる天目台、金属製は珍しい。茅野玲子さんが夫茂さんのために作った着物、二部谷地域に伝わる文様が施されている。2階には中国やアメリカなど世界の先住民族や少数民族の道具や絵画などが豊富に並ぶ。アイヌ民族を含め収蔵品は4000点に上る。また屋外にはパワースポットとしても人気を集める縁結び石が置かれている。ビラトリ町アイヌ工芸伝承館ウレシパはアイヌ工芸を発信する人材育成の拠点である。観光客や町民が
気軽に工芸を体験することもできる。その他、レーザー加工機などの最新機器を揃え、アイヌ文様入りのタンブラーやマグボトルなどを作るプログラムを提供。ウレシパとは、育て合うというアイヌ語。アイヌ工芸の匠たちが暮らす二風谷で、伝統技術を受け継ぎ、高め合い、文化交流ができるのもこの施設の特徴である。こちらもビラトリ町におけるアイヌ文化振興の拠点、二風谷工芸館。国内外で活躍するアイヌ工芸家たちの作品が販売されている。2013年に北海道で初めて経済産業省の伝統的工芸品に指定された二風谷板と二風谷アットゥシ。伝統的なアットゥシ織をアレンジした名刺入れや財布など、鮮やかで温かみのある商品が並ぶ。豪快に湯気が立ち上る地獄谷。北海道屈指の温泉地、登別。ここに知里幸恵銀の雫記念館がある。知里幸恵はアイヌで初めてアイヌの物語を文字化したアイヌ神謡集の著者として知られている。知里幸恵は日常ではアイヌ語を、学校では日本語で会話をし、時には先生の代わりを務めたこともあった。おばたちが語る湯からを書き記す幸恵。幸恵は、湯からのらは日本語のらではなく、湯からでなければ本物のアイヌ語の発音にならないと気づく。この時幸恵が発見した表記は現在のアイヌ語表記法として定着している。湯からを書き記した幸恵のノートはアイヌ神謡集として出版が決まる。しかし原稿の構成をやり遂げた夜に心臓発作でこの世を去る。19歳だった。アイヌ語を伝えるという使命を果たした幸恵は、没後その著書とそこに込められた精神によってさまざまな人たちに感銘を与え続けている。温暖な気候で果物の栽培にも適した町、余市町。縄文時代の遺跡が数多く発見され、古くから人が定住していた。モイレ山にある余市水産博物館、地域の基礎を築いたニシン漁の道具や生活品などを展示している。春のニシン、秋の鮭の豊漁を祈願して描かれた絵図。19世紀中頃、本州からの商人が増え、交易も活発となった。海の神であるシャチをかたどった木彫り、カムイギリ。家に祀って豊漁を祈っていたと伝えられている。江戸時代、本州と北海道とを結んだ弁財線、さまざまな海産物とともに文化も運んだ。二つの文化が混じり合った時代、海と共に生きた人たちの姿がわかる。新千歳空港から車でおよそ40分、白老町に
2020年7月にオープンした民族共生象徴空間ウポポイ。アイヌ文化の復興・発展を目的とした日本初のナショナルセンターである。ユネスコ無形文化遺産に登録されているアイヌ古式舞踊の上演。国立アイヌ民族博物館は北海道で初めて作られた国立の博物館、そして日本初のアイヌ民族をテーマにした国立博物館としてアイヌ文化の展示や調査研究などを行っている。高さおよそ6メートル、博物館のシンボルとして1年以上をかけて復元された熊つなぎ杭、カラフトアイヌが熊の霊送り儀礼で使っていた。杭と熊の飾りを展示しているのはこの施設だけである。高精細大画面映像でアイヌ文化を多様なテーマから分かりやすく紹介するシアター。アイヌ民族の工芸品や博物館オリジナルグッズを買うことができるミュージアムショップ、園内のカフェで味わえるアイヌの伝統的な料理オハウ、ウポポイではアイヌ文化の多彩な魅力に触れてみたい。雄大な景色が広がる十勝平野。先住民族アイヌの文化と開拓の記憶を伝えるのが帯広100年記念館。探検家松浦武四郎がアイヌ民族の道案内で十勝を調査。アイヌ語の地名を十勝日誌に書き残している。儀礼の時に祈りを捧げるヌサ。火打ち石を入れる熊の皮で作った小物入れ。実際に使われていた道具である。昔の文化を見るだけでなく未来に伝える取り組みもされている。アイヌ民族文化情報センターリウカ。リウカとは十勝地方のアイヌ語で橋という意味。かつて子どもたちは遊びの中で生活の知恵や技術を身につけていったとされる。生きた文化の架け橋になっている。十勝平野のほぼ中央に位置する幕別町。かつてチロットと呼ばれていたコタンがあった。蝦夷文化考古館。チロットコタンのアイヌの指導者であった吉田菊太郎が資材を投じ開設した資料館である。消えつつあった故郷のアイヌ文化を残そうと仲間に声をかけ、狩猟の道具や衣服、食器など先人たちの証を収集し続けた。その熱意に動かされ新しく民具を製作し寄贈した方もいたという。木の皮の繊維で織った着物、アットゥシなど貴重な衣服を実際に触ることもでき、アイヌ民族の手仕事を肌で感じられる。大勢に見てもらいたいという
吉田の意思を尊重して入館無料にしている。本別町、アイヌ語でポンペ、小さい川に由来すると言われている。都市別川と支流が合流する場所に集落が広がっていた。本別町歴史民俗資料館では明治末期から太平洋戦争終結まで軍馬育成の拠点だった町の歴史を解説。そして先住民族アイヌの暮らしを伝える品々。展示物のほとんどがこの地域で使われたものである。タバコは嗜好品としてだけではなく、挨拶や社交の道具としても使われていた。使い込まれたその風合いから当時の営みが想像できる。今につながる人の暮らした記録がある。太平洋沿岸の浦幌町、その昔アイヌ民族が周囲の見張りなどに利用したとされる茶師の跡がある。このオタフンベ茶師は国の指定史跡である。浦幌町立博物館には北海道最古とされる土器やアンモナイトなどの化石展示が並ぶ。この地の先住民族アイヌの風習や暮らしぶりを丁寧に紹介。古銭や刀などからは活発に和人との交易があったことがわかる。浦幌ではかつて研究者などによってアイヌ墓地で発掘収集が行われ、大学などに保管されていた遺骨や副葬品が地域返還された。博物館では浦幌町に返還された副葬品の数々を展示している。1936年開館、北海道で歴史の古い博物館の一つであり、建物そのものが国の登録有形文化財に登録されている。1階はオホーツク海に生息する動物などの剥製が400点ほど展示されている。2階には豊富な考古民族資料が並ぶ。20数本に及ぶマキリコレクション。またアイヌ文化につながるこの地域独自のオホーツク文化に関する資料も多数見ることができる。北海道立北方民族博物館、日本では唯一の、そして世界的にも数少ない北方地域を専門に扱う民族学博物館である。館内には北海道をはじめアメリカ、カナダや北欧諸国などで収集した資料が
900点ほど展示されている。北方民族の知恵や技術、並びに民族の多様性や共通性を見つけることができる。アイヌ民族に関する資料も豊富。中でも貴重なのはこちらの二俣森。100年近く経った今も折れることなく残っており、海の民としての姿を伝えている。稚内から知床方面を結ぶ寄港地として古くから栄えた紋別市。紋別市立博物館は紋別の現代と過去をアイデア豊かに紹介する無料の施設である。番屋の復元やかつて東洋一と呼ばれた金鉱山の様子など、紋別の歩みを立体的に感じることができる。アイヌ文化のコーナーでは着物や儀式の際に使った道具が並ぶ。これは熊送りを50分の1サイズで再現したジオラマ。道具や服装に至るまで精緻な仕上がり。当時の姿が生き生きと表現されている。北海道の北部に位置する名寄市。探検家の松浦武四郎は天塩川を調査し、旅のパートナーであったアイヌ民族の姿を生き生きと記録している。名寄市北国博物館では、寒冷多雪のこの地で人々はどう暮らしたのか、自然と歴史を交え学ぶことができる。収集されたアイヌ資料はおよそ340点。名寄出身のアイヌ文化伝承者北風磯吉、軍人としてアイヌ初の金糸勲章を賜り、地元の発展に寄与。彼の残した道具には素朴で温かい人柄があふれている。また松浦武四郎の足跡を伝えるコーナーも設けられている。北海道第二の都市旭川。160もの河川が広がる川の町である。アイヌ民族の女性を華やかに彩った玉祭。旭川市博物館にはアイヌ民族を中心に北方民族の資料がおよそ3000点収蔵されている。昭和初期にサハリンや中国で収集された貴重な資料も並ぶ。この地域に住む上川アイヌは
ペニウンクル、川上の人々と呼ばれ、鮭を取り加工し広く交易していた。そして上川アイヌの技は今なお伝承と創造を続けながら受け継がれている。ふったれ注意あらふなふい、ふったれ注意あらふなふい、ちょっくるかしアイヌの着物を身にまとい、楽しく古式舞踊を体験。川村兼人アイヌ記念館は100年以上の歴史を持つアイヌ自らが運営する博物館である。旭川にゆかりが深いアイヌの木彫家たちの作品が並ぶ。しなやかさと力強さと、見る者を引きつけるアートの世界。外には笹吹きの知性が立ち、アイヌの暮らしや風景を肌で感じることができる。北海道の東部に位置し、2つの国立公園を擁する釧路市。春鳥湖を見下ろす丘の上に釧路市立博物館がある。マンモスの全身骨格が出迎える。アイヌ民族の生活道具を常設展示している。イクパスイは祈りには欠かせない儀礼の道具。アイヌ民族の男性は自らイクパスイを彫った。女性が清掃の時につける首飾り、玉祭。ガラス玉は本州や大陸から入手したとされる。周辺の民族の影響を受けながら独自の文化を生み出した、その流れをつかむことができる。町のおよそ3分の2が国立公園。摩周湖や屈斜路湖を擁する自然豊かな弟子屈町。湖畔に弟子屈町、屈斜路湖畔、アイヌ民族資料館がある。マキリやタバコ入れなど400点を超える資料を展示。そのほとんどが実際に使われていた道具や工芸品。鮭の皮でできたチェプケリは柔らかい草を足に巻いてから履いたと言われている。ストゥケリはブドウのつるを編んで作った靴。見るだけでなく、伝統的な刺繍の体験、アイヌ文様を縁たちから学ぶことができる。シマフクロウの送りの儀礼など、この湖畔では数々のイオマンテが行われてきた。屈斜路湖からの風が時折
ぬさのいなうを揺らす。釧路湿原を走る観光列車、野生動物が生息する広大な自然が広がる標茶町。東麓湖畔に標茶町博物館がある。アイヌ語で森と湖を意味するニタイトの愛称で呼ばれる。アイヌ文化を受け継いだ人たちによって民具や着物が復元されている。熊打ちを生業にしていた男性のまきり、鞘には漁をしている様子が彫刻されている。大正昭和時代にあった群馬の牧場、ヒグマから馬を守るため腕の良いアイヌ民族のマタギが雇われた。東麓湖の周辺には大きなコタンがあった。アイヌ民族の中でも珍しい植物のカムイの実が東麓地域で行われていた。アイヌ語でペカンペとはヒシの実のこと。東麓のアイヌ民族にとって大切な食料だった。東麓湖の周りにはいくつも茶師が確認されている。アイヌのコタンがあったことや標茶のアイヌ文化の流れがわかる。北海道の東、阿寒摩周国立公園の西に位置する阿寒湖温泉にはアイヌ文化を受け継ぐ人たちが暮らす。土産店が軒を連ねる阿寒湖アイヌコタン。アイヌ文化伝承創造館オンネチセには生活用具や衣服などアイヌ民族の暮らしぶりがわかる民具が展示されている。つい見入ってしまう数々の木彫り作品。現代のアイヌアートとして注目されている。阿寒湖アイヌシアターイコロは歌と踊りが毎日上演される専用劇場である。伝承されてきた歌や踊りは数多く、また神への祈りを捧げるカムイの実も見ることができる。阿寒湖アイヌコタンは今を生きるアイヌ文化に出会えるスポットである。